明けましておめでとう。迷惑かなとも思ったんだけど、初詣一緒に行ってくれないかなって思ってね。本当？よかった。じゃ、待ってるから準備して。え、ここで待ってるわね。どうかしら、ちゃんと着られてるかな。ほら、大人をからかうんじゃないの。でも悪い気はしないわね。着てきてよかったわ。え、行きましょう。さすがに活気があるわね。そう言われればそうね。さ、これ以上混み合わないうちにお参りしちゃいましょう。その願い叶えてしんぜよ。ねえ、おみくじ引いてみない？やっぱり一年の始まりはこれよね。どうだった？今年は。ま、いい時は励みに、悪い時は戒めに、これが基本よ。特に今年は大事な年だしね。初詣も済んだら、あっという間に新学期。そして、いよいよ卒業ね。それはすべてあなたの意志と心がけ次第よ。うん、そうよ。まずはほんの短い期間だけど、3学期を悔いのないように過ごすことね。あ、ちょうどよかった。今帰るとこでしょ。一緒に帰らない？そう呼ばれるのは嬉しいけど、学校じゃダメよ。二人の時にはそう呼んで、ね。そのダッシュボードのところ開けてみてくれる？そうよ、受け取ってくれるかしら。よかった。あ、これ私からもらったって誰にも言っちゃダメよ。それは手作りだから1個しか。あ、
勘違いしないでよ。深い意味がないんだからね。それは、あなたは幼馴染だし、ほら、好きだったじゃない、チョコ。だから、